さて、今日は待ちに待った文化祭だ。準備だのなんだので遅くまで頑張ってきたのは、すべてこの日を成功で終えるためだ。そうだよな。聞けば、メニューや装飾は有名店を直接見に行ったり、海外の写真を参考にしたりで随分研究したって言うじゃねえか。飯の味やドリンクの種類も妥協せずに何度も作り直してきたって言うじゃねえか。これだけこだわって突き詰めてきたんだ。きっと結果はついてくる。だから最後まで気合い入れていくぞ。目指すは学内一の売り上げだ。あと揉め事は起こさないようにな。少しくらいハメを外すのはいいけど、怪我はするなよ。あとで面倒なことが起きるものも全て禁止。俺に迷惑をかけんなよ。さあお前ら、売上金で焼肉行くぞ。俺が金出さなくても食えるくらいは必ず売り上げろよ。俺に焼肉食わせろ。じゃあ開店だ。行くぞ。おー、姉さん、そりゃあ姉さんの晴れ姿を一番に見たいですから。ああ、はいはい、そうですか。それでは席に案内しますよ。小学生は黙っていてください。何？こんなに可愛い姉さんの姿を僕以外の人間が見ているなんて許せません。控えめに言って姉さんの姿を見た奴の片目だけをくり抜いていきたいと思ってはいますが、そんなことをしたら姉さんに迷惑がかかってしまうので、この衝動は心の内に留めておきますね。ところで、その服装は誰の趣味なんですか？最高です。和のテイストはしっかり残しつつも、メイドのイメージは強烈に主張する浴衣。しかもミニ。これはもう和と洋が黄金比率で噛み合った抹茶パフェを思い起こさせます。浴衣の花柄も可愛らしい姉さんによく似合います。相乗効果というんですかね。あ、帯は僕のイメージカラーでもある緑ですね。素敵です。あー、でも僕的にはソックスはニーソが良かったですが、まあ綺麗な姉さんの綺麗な足を拝むことができたのでよしとしましょう。理事長にはぜひ高級なお菓子を持ってお礼に行かなければなりませんね。あ、はい、お願いします。できれば姉さんがよく見える場所で。まあ姉さんが意識して僕の目の前を通ってくれるならよしとします。待ってください姉さん、注文はもう決まりました。姉さんを一人、姉さんを独占したいんですが、いくら積んだらできますか？でも頼んだからには来てくれた姉さんを食べなくちゃいけませんよね。はあ、もったいない。でも食べないのももったいないです。そんな。大丈夫です。心は大丈夫じゃありません。本当ですか？ダメなわけありません。正直味は期待していませんが、姉さんに買ってもらったということであれば、どんなものであろうと完食します。そうなんですか？まあ、
このクラスは姉さんがいるわけですし、ちょっとは期待しておいてあげます。そうだ、姉さん、今日は当番終わったら暇ですか？僕のクラスは出し物がないので一日時間が空いてるんです。よかったら僕と一緒に甘味どころ巡りをしませんか？お願いします、姉さん。やあ、アリス嬢。こんにちは、ミスアリス。そうかな。アリス城が大好きな人つながりかな。魔法使いさん本当は赤ずきん先生の付き添いを買って出たというだけの間柄です。先ほどからアリス城のクラスに入ろうとして入れずに、この辺りをうろうろしている赤ずきん先生を見ていてね。もし一人で入る勇気がないのでしたら、一緒に入りましょうと声をかけたわけです。でもこんな可愛い格好をしているアリス城を見られて気分は最高だね、赤ずきん先生。そうですね、とても素敵です。ということで、可愛いアリス城、席が空いているようなら案内してもらえると嬉しいな。うん、ありがとう。魔法使いさん、ここのクラスの女子生徒はなぜあんなにも丈の短いスカートを履いているんでしょうか？おお、見事に真っ赤ですね、赤ずきん先生。狼くん。お、なんすか？ここはメイド喫茶？メイド喫茶など公序良俗に反するものはいけません。いや、メイド喫茶は合法でしょう。鏡の国にもあるって聞いたことあるっすよ。えー、赤ずきん先生、メイド喫茶に興味があるんですか？ありません。狼くん、なんすか？猫耳つけたアリス嬢と一緒に写真撮れるメニューってない？猫耳のミスアリス、猫耳、獣耳、モフモフ。実は俺それ提案したんすけどね、全力で却下されました。ああ、まあそうだよね。そこまでやると風俗っぽくなっちゃうし。モフモフ、モフモフなミスアリス。そんなわけで、中身はごくごく普通の喫茶店なので、分かりやすい期待はせずに適当にゆっくりしていってくださいっす。はいはい、じゃあそろそろ注文もしようかな。赤ずきん先生は決まりました？もふもふ。まあいっか。アリス嬢、お願いします。猫耳のミスアリス。赤ずきん先生、ここはごくごく普通の喫茶店だって言ったばかりじゃないですか。いくらなんでも教師がそんなことを言うのは問題っすよ。じゃあ僕は女王様なアリス嬢かな。二人ともできんっす。僕今女の子たちに追われててな。
大きな声出すと見つかっちゃうんで、こっそりさせてくれると嬉しいな。ってことで、あまり長くいられんからお持ち帰りのメニューにしたいんやけど、そういうのってある？じひいさんの衣装、ずいぶんとかわいいな。僕がひいさんのクラスの担任やったら、僕も何か衣装着れたんかな。そうなん？僕まだ若いから混ぜてもらえるかなと思ったんやけど。ん？僕は別に、シンデレラ先生は僕より置いてて人気がなくて発言が気持ち悪いから戒めとして清掃なんだなんて言ってへんね。せやな。なら、このお団子を一つもらえますか？失礼します。ん？お前また来たのか？はい、先ほど姉さんと約束をしましたので。約束？やだな、先ほどお約束をしました甘味処巡りのお誘いですよ。学園内の模擬店は、言ってみれば今日だけの限定スイーツの宝庫だとも言えますからね。さあ姉さん、行きましょう。甘い夢のような時間を一緒に過ごしましょう。はい、もうお昼過ぎているのにこき使われているんですか？一体これはどういうことなんですか先生。文化祭は学生が行うものですが、一番は学生が楽しむものですよ。金稼ぎのために終日生徒をこき使うイベントじゃないんですよ。そこんところあなたはちゃんと分かってるんですか？んなもん分かってるに決まってるだろ。今順次午後担当と交代しているところなんだよ。ああそうなんですか。じゃあ姉さんはもう自由ってことですよね。ちょっと待て、状況の確認をするから。おい、案内と給仕担当は人足りてるか？はーい、アリスさんもう変わって大丈夫だよ。うん、可愛い年下彼氏と文化祭目いっぱい楽しんできてね。はい、目いっぱい楽しんでまいります、お嬢さん。かわいい。さあ姉さん、行きましょう。と、勢いに任せて連れ出してきてしまいましたが、姉さん、もしかして他に用事とかあったりしましたか？じゃあ僕と一緒に甘味処巡り行ってもらえますよね？よかった、ここで断られたらどうしようかと思っちゃいました。本当ですか？ご期待に添えるよう、今日一日しっかりとエスコートしますから、一緒に楽しみましょうね。では姉さん、お手をどうぞ。ちゃんと計画を練ってきましたので、お任せください。ではまずは定番のクレープからいきましょう。いえ、何でもありません、心配しないでください。
クレープ屋の場所が分かりません。姉さん、すみません。姉さんの教室までのルートは完璧に何通りも覚えていたので、他の教室も分かっているつもりになっていました。3年3組です。姉さん、姉さんも分からないんですか？そうですね。でも2階ってことが分かればかなり絞れてきますし、端から当たっていきましょう。あの男の子かわいい、かわいい系イケメンだ。先ほどからうるさいですね。どうしたもどうしたもないですよ。かわいいだイケメンだってひどい時には指まで刺さる。褒められてるというより見せ物にされてるって感じですよ。この気分を中和するには姉さんに褒めてもらうしかありません。というわけで姉さん、褒めるとはどういうことかお願いします。ありがとうございます姉さん。姉さん、ここです。ここなかなかと歩かせてしまってすみません。はい、美味しくない。全然美味しくありません。皮は冷凍のものを使ってるし、チョコは板チョコをただ溶かしただけです。せめて生クリームを入れてガナッシュくらいにしてもいいんじゃないですか。姉さんの美味しいの基準は激甘です。こんなのが普通のお店で売られていたら、それはぼったくりもいいところです。やっぱり姉さんか有名パティシエが作ったもの以外は僕の舌が受け付けません。もっと頭よしよししてくれてもいいんですよ。そんなことないです。このまま姉さんが慰めてくれなかったら僕絶対 PTSD になりますよ。クレープが美味しかったら、その後はワッフルとカップケーキに和菓子と回って、最後におしるこで締めようってコースを考えてたんですよ。なのに、甘いものが足りなくて死にそうです。美味しくて甘いものが食べたいです。姉さんがですか？ありがとうございます。最高に美味しいクレープが食べたいです。
の悪夢のことを思い出させないでください。思い出すだけであの粗悪品の味が思い起こされます。この記憶を塗り替えるためには最高に美味しいクレープを食べるしかありません。なのでクレープを作ってください。じゃあクレープのような何かで、言い方はどうあれあれはクレープじゃありません。僕は認めません。当たり前です。姉さんなら楽勝でできますよ。お願いします。薄力粉は後ろの棚に入ってます。必要なものがあったら言ってくださいね。取ってきますから。はい、作りません。というか作れません。実はあのクレープもどきの後遺症でさっきから手の震えが止まらないんですよ。嘘じゃないです。ほら見てください。本当でしょ。はい。うわー、綺麗なクレープ生地ができましたね。僕、トッピングはストロベリーアイスと生クリームが入ったのがいいです。というかもう用意させていただきました。あー、手の震えがまた。さっきは収まってたんです。さあ姉さん、早くトッピングをしてクレープを完成させてください。